こんにちは、花房ひづきです。本日は、口角下制筋のブロックの仕方について解説したいと思います。口角下制筋は、この辺りから始まって口角に、くっついている筋肉で、こうした時につまめる筋肉ですね。患者様に少し横に向いていただいて、いいってやっていただけると、盛り上がっているのが分かると思います。これを、極端な話、これが、過剰に収縮するとこういう感じのお顔になるわけですね。こういう感じになるわけです。なので、これをブロックする必要があります。こう患者様に横を向いていいってやっていただいて、触れるところに印をつけていきます。いいって印をつけていきます。注入のテクニックなんですが、これは非常に簡単で、消毒して患者様にいいってやっていただいて、でこれは浅い位置でいいです。皮内もしくは、皮下の浅い層でよくて、まあ、2単位ぐらい注入すれば OK です。いいってやっていただいて、ここ触れる筋肉のところの浅いそうですね、2単位ぐらい入れるだけですね。これだけでグッと雰囲気が良くなりますので、ぜひ試してみてください。アメリカでは、もうルーティンで打ったりしていましたね。じゃあご視聴ありがとうございました。